寸大甲府小学校、中学校、高等学校は山梨県甲府市にある市立小学校、中学校、高等学校。県内で唯一の美術家庭美術デザイン家を持つことで知られる。運営は学校法人寸大甲府学園で学校法人駿河台大,大学、寸大予備学校とは姉妹関係にあるが、寸大予備学校は山梨県内には存在しない。 同予備校による在校生対象の講習会が行われるほか、寸大模試の公開会場として、しばしば校舎が利用される。なお、東京都北区の寸大学園中学校、高等学校とは、無関係。寸大高不校と寸大高不中学、小学校の間で教員の人事交流、移動が行われており、特に高校と中学に関しては、教員に関しては、同一に近いところがある。 また、中学校入学者を内部、高校入学者を外部と故障して一時期は、高校のクラス編成において重視せずに混ぜていたが、いろいろと問題が生じたことで現在では、区別されている。ただし、この故障は便宜的なもので、クラス編成以外では特に区別されることはない。ハンドボール部、ディベート部の活動が盛んであり、 ハンドボール部は全国高等学校総合体育大会に15年連続15回出場。また、かつては野球部にも力を入れており、1985年夏の全国高校野球大会県予選で決勝に進出したが、東海大甲府高等学校にさよなら負けを喫している。2004年には女子ハンドボール部も創設される。 全国高等学校クイズ選手権には、第7から10回、第22回の稽古回、山梨県代表として出ている。2005年から新1年生を対象としての制服の切り替えが進められて2006年度の卒業生をもって、旧制服の使用は終了した。なお、以前から制服のネクタイ、リボンを下げて着用する生徒が多数見られたため、対策として新制服の導入と、 平行し、ネクタイ、リボンはすべてフック式へと変わった。1956年、山梨自動車工業高等学校として設立される。翌年山梨工業高等学校と改称した。さらに1974年、普通科併設に伴って、甲府北西高等学校と改称した。1980年、定型校を探していた、学校法人甲府北西高等学校と、 学校法人寸大予備学校が提携して開校。法人名を寸大甲府学園に改めた。その後、駿河大生学園と法人名を改め、さらに2010年度に法人名を寸大甲府学園に再び戻した。学校名は1980年以来、寸大甲府高等学校のままである。開校当初は、寸大進学研究会が11月に、 寸大甲府高校入試も試を行い、その成績が良いと、作文を提出するだけで、寸大甲府高校に合格できたため、多くの有名国立、私立講師願者が、滑り止めとして受けた。ただし、山梨県内の受験生は、寸大甲府高校を第一志望とする受験生しか、受け入れなかった。八王子市方面から通学する生徒もいたが、県外生はほぼ全員が入寮した。 普通科は当初男子のみだったが、1990年から女子も受け入れるようになった。1993年より、教学2クラス、男子4クラス、女子1クラスの構成となり、現在は、教学クラス編成である。また2005年度より、高校入学者の定員が増加し新たに、H 組が新設された。これは2007年より実施された山梨。 県立高校普通科の全県一学生を睨んでのことである。中学校は1993年、小学校は2002年、高校通信制は2000年に開設された。中学校は2019年4月より甲府駅から至近距離の塩部キャンパスに新築移転した。所在地の違いから普通科のある校舎は、塩部校舎、美術デザイン科と通信制課程のある校舎は、 今井校舎として区別されている。潮部停留所は山の手通りにあり、甲府駅北口と甲府市北西部を結ぶ路線のほとんどが経由しており、利便性は高く置系統のみしか経由せず利便性の低い甲府工業高校前停留所とは対照的である。バス通学をしている生徒の中には、経営地や便数の関係から南甲府警察署バス停や甲府商業、 高校入り口バス停、上今井町西バス停を利用している生徒も少なからずいる。以前、美術デザイン科のある上、今井町地内に、寸大自動車専門学校が設置されていたが、現在は、廃校となりや土地は小学校の校舎となり一部が通信制課程にて使われている模様である。校風も同じ高校ではあるが、普通科やスポーツクラスに比べ、 美術デザイン家の方が圧倒的に自由度が高く他の高校から驚かれるほど伸び伸びとした校風である。年二十数回、寸大予備学校の講師による特別講座が行われる。また、寸大模試の交付会場として頻繁に使用されることで知られる。2005年と2006年の秋には秋山人氏による講演会が寸大交付中学と合同で、 計2回開催された。塩部校舎に関しては5階建ての新校舎が2007年1月に完成し、続いての旧校舎の解体及び、西建ての改修工事はほぼ完了し、同時に行われている駐車場、駐輪場の移設、校庭や旧校舎跡地の整備も順次完了している。また道路を挟んで北側にある甲府工業高校の校舎がガラス張りであることから、 晴天時には陽光が反射し、主に北館や西館の校内に注ぎ込み非常に眩しい時があった。また非常に老朽化していた北館が、現役の時には生徒たちの間では、真新しい工業高校校舎とを比較し合うことも見られた。南館1階の職員室と事務室はそれまで南館2階、北館、西館1階に各学年ごとに分散していた職員室と、 中立1階の事務室を統合したものでかつては南管関,関西と共に設置された屋内プールの敷地であった。この屋内プールは数年使用された後に設計ミスと想定以上の結露による障害等により使用が停止されて10年近く放置されていたが、北立の老朽化等の所要員により施設の有効利用という観点で改修工事とプールの埋め立てを経て、 職員室と事務室に改造され2004年より使用が開始された。2004年度まで使用部校舎の生徒向けのコンピュータ室に置かれていたパソコンは老朽化していた Mac であったが、2005年度より Windows XP 搭載の最新型に置き換えられている。甲府北西高校時代アマチュア無線呼び出し符号 JH1ZSX が存在した。ありがとうございます。